皆さんおはようございます。ジマでございます。今日はですね、いつもと違って朝から動画投稿をしているんですけども、それもそのはずですね、えー、昨日の夜にですね、えー、私自身晩ご飯食べとうて、うーんって思ったんですけど、ニコンのこの SNS のね、アカウントの方からですね、情報が届きまして、えー、と5月10日にですね、ニコンが何かしらの、まあ、新製品の発表イベント、 ですねオンラインの、えー、ローンチのね、えー、イベントっていうものを5月の10日の21時に、えー、実施しますよという形でね、えー、新しいページを専用ページかな、えー、作ったというところで現状今表示はしてるんですけども内容としてはこれだけなんですよねただ、えー、今回のまあその私自身ねいろんなところからその噂といいますか、まあ、ラジオ感覚でね今回の内容を聞,聞いてもらえたら嬉しいんですけどニコンからいろんなね 製品がががあれれ出出るこれが出そうみたいなね話を聞いてはいたんですがあまりにもちょっと不確実な情報でねお伝えしてしまうと混乱を、まあ、招いてしまうところがありますのでまあ一人のニコンファンとしてですね、えー、こういった製品が出たらいいなぐらいには留めていたんですけどちょっとずつね あのーまあ、情報っていうものが、えー、鮮明になりつつあるんじゃないのかなというところで、まあ、実際その詳しいスペックとか何が出てくるっていう話ではないんですけど一つ目まずですねこの SNS 界隈で、えー、と特定班の方々がすごく鋭い、あのー、目を持ってらっしゃってて私自身もおそうかすごいなと思ったんですけどまずこの「Are You ready?」のところで、まあ、分かりやすいのは この U のね、えー、部分が、えー、まあ、再生マークといいますか、これが、まあ、おそらく you YouTube といいますか、その動画での、まあ、イベントの盛り上げであったりとか、まあ、動画に強い機会みたいなところが、まあ、予想されるのかなっていうところが、まず、一つ目なんですけど、この Are you ready? の、えっ、ー、とね、ハテナのクエスチョンマークのところをね、えー、こう見ていくと、他のところと違って、実はこの、 最後の部分が「?」から「8」になってるんじゃないのかというところでまあ言われていたですね、えー、と Z の5679の空いてる空席ですよね。この、Z、のの Z ななんじゃないのかと いうところがまず一つ今回のこのえっ、ー、とねえー、ローンチの製品の、ま、イベントページから読み取れるところで、えっと、800mm のレンズかもしれんねっていうねちょっとその面白い話もあったりはするんですけどおそらくタイミング的にね8カメラ本体側がそろそろね Z の9もまあ供給が安定してだいぶね あの欲しいっていう方にまあ行き渡ったかなというところで未だにそのカメラの量販店さんの売り上げランキングの方では上位にねもう唯一ニコン機ぐらいですね先日もちょっと前にあの量販店さんのランキング私チェックしたんですけど ZFC がブラックが出て一時期入ってたんですけどもうランク外トップ10から外れて。 その量販店さんの売り上げでしかないんですけどねで、その次に z の6の2型が入ってたんですよねでこれはまあおそらくキャッシュバックのキャンペーンでまぁ、あえー 需要があったんじゃうかなと、影響があって、売れたんじゃないのかなと。で、純粋にその製品力の訴求の力でね、生き残っているのは Z の9だけかなっていうのが現状ニコンのカメラ本体ミラーレス側なんですよね。で、レンズはもうたくさん出てきました Z。Z の9が登場してから超望遠もたくさん出てきましたし、85mm の F1.2S ラインとかもね、ついにもう出てきたと。で、26mm の f 2 8であったりとかねもういろんなその、えっと、ニッコール Z の DX の1228の3.5から5.6の PZVR なども発表がありまして、まあ、レンズのところもまあひとまずはどん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 、えっと、ロードマップのところですよねレンズのその発売をね予定しているところもまあどん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 穴埋めが進んできてそろそろカメラ本体かなとでいうところで 6の 2, 2型じゃない3型で来るか、えー、と7の3型でくるか9はまあ出たばっかり言うても1年ぐらいなのでまあおそらく次の大型イベントオリンピックとかワールドカップとかそのタイミングでのまあバージョンアップが見込まれるんですけどありえるとしたらやっぱりカメラのね、えー、空席の8番に、えー、っと Z の7と9の ハイブリッド言うたらあれやけども、まあ、間を取ってくるような製品として、まあ、登場が期待されるものなのじゃないかなっていうところが今回の動画の趣旨です。まあ、なので事実としてはニコンのホームページに「Are You Ready?」ということで5月10日9時夜のね21時待っといてや。 っていうページがままずでできましたよとでその中で特定班の方がこの「ハテナ」の一番下が「8」に見えへんかなーっていうちょっともう何て言うんですか盛り上げてくれるところが一つこれが事実です。でここからは、えー、私自身がまあそのほんまに「z」の「8」 だと仮定してですよ。なので今回はあくまで雑談会になります。あくまでニコンのカメラを利用する愛する一人のファンとして Z の8っていうところに何を期待するのかと言いますか何が想像できるのかというところを考えていこうかなというふうに思ってるんですね。でその時に Z-7 と、Z の9まあ、z の7ベースで見てもいいんですけどおそらく Z の7ベースで強化していくと Z7 の3型じゃないですかそれって z 7 3でしょってなってしまうのであれば Z の9から何をそぎ落として何を Z6 とか7の機能とマッチアングさせてちょうどいいあの組み合わせバランスで Z の9も売れ続けるし Z の7も売れ続けるし Z の6も5も売れ続ける中で Z の8も売り続けたいなっていう形になるのかっていうところをね考えていこうかなというところで参考としてやっぱ Z の9のねアンストッパブル今回の Z のね8括弧仮ですけどね やっぱりニコンのこの8というか8っていう数字には結構意味合い大きいんでねもしこの Z の 8Z8 っていうものが出てくるんであればうーんアンストッパブルじゃないけど何かしらキャッチコピーまあ「ああいうレディがキャッチコピーかもしれんけどもえぜひねえ期待したいところがキャッチコピーとしてもありますで Z の9の時はティザー広告がねほんと数秒のものが初めはねえっ、ー、と縦横 の、えー、4軸チルトっていうところでほんまに数秒最後のティザー広告のピッてえこれもしかしてカメラ縦に向けて縦に画面引き出しよるけどもバリアングルとはちょっとちゃうなーみたいな盛り上げがあってでその後にはあのー、えっと長時間の当時は29分59秒ものがあったんでニコンの中にねなで長時間の長回しがこれできてない っていうところであったりとかね、いろんなその高速の連続撮影、まあ、連射に強いとかね、いうアピールがあったので、今回も Z のこの8、仮に関しては、えっと、ティザー広告ってものは出てくるとは思ってます。逆に、あの商品ページというか、キャンペーンページ、うー、ティザー広告が多分また今回も前みたいに4本ぐらい、ポンポンポンって出て、なんていうんですかね、まあ、10秒ぐらいの製品の特徴をちょっとだけチラ見せして、 盛り上がってやっていうところがあっておそらくその後にキャノンあたりが動いてくるんちゃうかなとは思うんですまあソニーもある程度動いてでニコンはもうまあ、その Z の Q を供給し続けるその ある需要に対して商品を売り続けるっていう一つのノルマというかミッションがある中で、まあ、供給も安定したと。で今回ねニッコール Z の100から400のね、えー、と超望遠ズームレンズっていうのも供給が安定しつつあってもうやっとこそ夫人が揃った状況は整ったと。であれば次こそ新しい製品をここでローンチするタイミングかなっていうところがあっておそらく、まあ、キャノン とかはまあ、もうちょっとオリンピックとかのタイミング待つかもしれないんですけど、まあニコンが先手打つ感じになるんかな？っていうのは思います。ただ、ニコンのちょっと気になるところって、もう z の9が出ちゃってるんですよね。フラグシップとして、それはまあソニーもそうなんですが、アルファ1があるんですけど。 えとキャノンに関してはもしかしたらフラグシップっていうのが出るんじゃないのかっていう期待があるんですねまだ。でもニコンの場合は Z の9っていうフラグシップをもう出ているのでこのフラグシップっていうものをこの1年ぐらいの短期間で塗り替えるっていうのはまあそうそう難しいと思うんですフラグシップっていうものになりますのでなので Z の9に対してどこまでいろんなユーザー層がより現実的に使える製品になるんでかっていうのが 一つのポイントになるんちゃうんかなあってのが思ってるところなんですよね。で、Z の9で見ていくと、まあ、いろんなね特徴っていうものはあるんですよね。なのでね、こういった形でリアルライブビューファインダーであったり、高性能なオートフォーカス、実際、オートフォーカス、ニコン、えー、っと、大好きだからこそ、あえて言います。えー、Z9 だけ別格っていうのは分かってます。なので、Z の5、6、7。 のまあ2型含含めめててでですすよね、えー、z 50 z z fg も含めてです、えー、やっぱりその使えるけどもやっぱり他社製品と比較した時にちょっとオートフォーカスっていうのは人間がある程度サポートしてあげる必要があってまあそれが逆にできれば何の問題もないですし私自身昔からニコンのカメラを20年ぐらい使ってるんで慣れてるんで何も思わないんですよね。で静止が 写真ですよねであれば私自身そんなに何も思わないです野鳥を撮るとか動き物を撮るときでももう慣れですよねそこはもう撮ってしまうとで動画になってくるともうカメラポンって置いた状態でお任せってなるんで AF っていうところはかなり重視するんですけどやっぱり新しい製品に関してはこのオートフォーカスの 速度度と精度ですよね速くてもどこ狙ってんのってなればちょっとそれは現実的じゃないし確実に抑えてくれるけど速度そのものが遅かったらちょっと待っとられへんわっていうところがあるんでオートフォーカスは速度と精度どちらもやっぱり求めたいところ。 になりますで、えー、このリアルライブビューファインダーですね、えー、ニコンのミラーレス一眼カメラっていうのは、えー、登場当初からですねもう軽く5年もたたんか4年かでも2018年とかやからね4年半から5年ぐらい前にはなりますけども、えー、ミラーレス一眼として Z の7とか、えー、6がね、まあ、登場してくるってなった時に EVF OLED 綺麗なって OLED すげーなっっっててすげこがまず1つあったんですよねただ Z の Q でこのリアルライブビューファインダーっていうものが搭載されてですね全ての瞬間を逃さないブラックアウトフリーであったりとかもより綺麗な映像で確実に捉え続けるっていう技術が生まれているので Z の Q の Z の Q でしか使わせへんでっていうところがあるかもしれないんですけど是非ねこういった現実的に使える機能っていうのはどん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 次の機種にも 受け継いでいいでってほしいかなとフラグシップだけの機能っていうのも大事なんですけどフラグシップで成功した機能っていうのも次世代というものにどん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 バトンタッチしてほしいかなっていうのは思いますこの点結構ニコンって私昔からあの前向きやなって思ってて分かりやすいんですけどメーカーさんによってはフラグシップはもうこの機能が使えるもんなんですで上位機はここまでなんですっていうのを分かりやすく価格で もうライン引いてるメーカーさんもあればニコンって結構その辺曖昧なんですよね。成功していて利用者が求めていて自分たちがその自信のある、まあ、機能なのであれば結構積極的に次の次 込むことが多いので今回もし Z の9でいろいろ好評のあった評判の良かった機能に関してはどん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 次のそのんまあ画像処理エンジンであったりとかバッテリー周りで現実的に駆動させれるかどうか安定稼働させれるかどうかという技術的な壁っていうのはあるとは思うんですけどそういった技術的な壁が突破できてるんやったらどん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 ニコンはあのに 混んでくれる搭載してくれるメーカーさんやなっていうのは過去の流れから私はまあ信用しているとでここがねちょっとどうなってくるかなんですけど動画をどこまで入れるかですよね Z-9 のっていうのはやっぱり静止画も動画も最強でございますっていうのが一、まあ、つの うーんまあコンセプトといったら大げさですけども基準というか大事にしているポイントで実際いろんなそのプロフェッショナルの撮影の現場で動画っていうところでも専門の動画機を入れるとまあうん百万ですけども Z の9でここまで撮れてレンズ揃えて、まあ、100万200万ぐらいなんであれば動画専門機 導入するぐらいに比べたらまあ、ミニマムなスタジオ運営であれば十分動画として使えるよねっていうところでまあ、アメリカなんかでは結構ね動画という面で評判は高くてですね売れているというところもあってこの 8K の UHD の 30P まあ、10ビットの動画これをま2時間以上の収録ができるどこまで この Z の Z 8かっこ仮ですけどね私があくまで一人のファンとして、はてなマークの下が8っぽいから、Z の8が出てくるんちゃうか、うぎゃーってもう、この、なんていうんですか、もう、思いがあふれ出てるだけで喋ってるんであ、ニコンファンこじらせたら、こうなねんなと思ってください。でも楽しいでしょ、こういうのもね。やっぱりあの今しか楽しめへんので、だって5月の10日になったら、結果分かってしまうんやもん。何か Z8 ですかえ、Z あレンズの、mm、863確かにええけどあ800のもっと明るいやつが出たんあ嬉しいけどてんてんてんみたいなところがねあったりするのでぜひねこの今しか楽しめへんのこの朝から私の熱量で皆さんの通勤を盛り上げたいかなというふうに思っておりますでこれどうでしたろうね縦横四軸チルト 操作性と信頼性に優れたこれも評判いいんでねでやっぱり縦でねえー、こうカメラを傾けた時に今までは液晶も一緒に横をクイッて向いててまあ私ら別に横向くか言うたら横向かんとまあ横向いても大体設定値、まあ、横向きでも読めるんでね画面全体が横向いたとしても まあ全く問題なく使えてたんやけどやっぱりこの Z の9になって液晶カメラ横向けて液晶がちゃんと横一緒に向いて縦にね私らから見て縦に向いてくれると、まあ、見やすいよねっていうところがありまして、まあ、優秀かなとかつその縦横4軸チルトっていうものが、まあ、素晴らしいんじゃないかというところででも実際ねこれ Z の9私利用していて思うところなんですけどめっちゃファインダー綺麗いんですよ Z の9ねめっちゃ明るいし あの外で撮影してても明るい環境でも全然ファインダーでめっちゃ綺麗に撮れるというところがあって意外と縦横4軸散ると私はですよあんまり出番はないんですっていうのもやっぱりハイポジションローポジションでの撮影の時に縦構図ってなるとうわ縦横4軸散るとめっちゃ綺麗はわめっちゃ楽やわーっていうのは。 思うんですもちろん使うんですよ。でもね、普通にアイレベルとかちょっとしゃがむ程度とかでの撮影の時って、もうなんでしょうね、ミラーレス一眼カメラなんですけど、EVF、OLED のとこが綺麗すぎるんでえ、褒めてるんですよ。綺麗すぎるんで もう普通にファインダーで取ってしまうんですよね。Z9 の時っていうのは <laughs>。なので、もしかしたらここはどの程度、まあ人によるとは思います。どこまで重視されるのか。私は重視、もちろん縦横四軸シルトの方が嬉しいけど、 コスト面とかを考えたりとか、安定稼働を考えた時に、まあ厳しいんであればですよ。まあ、別に割愛されて、普通の z の五六七とか z 5 0とかみたいな、もうシンプルな、あのペコってめくるね。あの横向きでペコって上にめくるだけのチルト。でも、私個人的には特に何も思わないです。その代わり、えっ、ー、と、evf のね、ファインダーのところが、もう z のナインというか、旧譲りのえっ、ー、とものであれば、もうええかな。 っていいう,うに思います縦横四軸グちるとは別にどちらかというと必須ではないかなどっちかっていうとオートフォーカスの精度が向上してくれてるあこれねこういった形でさ縦で撮った時に液晶のモニターがね縦で表示されるまあこれはやっぱ嬉しいかなっていうのは思うんですけど、まあ、必須かって言われると別にその絶 に積んでくださいいねっていうほどまでは私は私ってないとどっちかっていうと絶対負けないでくださいねっていうのはオートフォーカスせっかく新しいカメラがね今になって出てくんのにオートフォーカスがなーってもう言いたないんですよオートフォーカス最高やんってもうシンプルに言わせてよーっていうところがね、えー、正直 ありますねあとはボディサイズもどうなるんやろうねまあ縦横のね一体型のものではないとは思いますやっぱりこうやってフラグシップの一つのまあその形になりますのでおそらくこのバッテリーのところがねストーンってまあ切り落とされたような形でイメージとしてはね Z の567のようなこれよりまあもうちょっと大きいとは思うんですけどねちょっとあの567のサイズよりも 一回り大きくて、Z の9よりかは一回りちっちゃいぐらいの、まあ、サイズ感になってくるんちゃうかなーっていうところがありますなので、えーと、カスタムボタンだったりとか、まあ、グリップ感とかね、まあ、そういったところはもうニコンのミラーレスなんでもう大丈夫でしょうというところがありますね。でサブディスプレイ、肩の、ね、右肩の液晶もおそらく問題ないでしょうし、あとはボタン配置がどうなってくるのか。で、この… ファインダーのところのね、丸窓なのかどうなのかっていうところもちょっと気にはなってきますが、この辺はどっちかっていうとね、まあ、四つ葉マークがどうなるかとかもありますけども、まあ、その辺はまあ好みの問題で、機能性で絶対搭載してくれって言われるとそうではないとは思います。あとは、そうですね、グリップ、バッテリーグリップが別売りになるかどうか、でもバッテリーグリップを別売りでくっつけるんであれば、Z の Q を買ってもええんちゃうかなってのは。 思いますし、まあうんそうですね、取り外しができるっていう選択肢を求める方にはやっぱりありがたいっていうところもありますよね。で、えー、話を進めていくとそのアクションを瞬時にこれ今 Z の Q のねカタログですけど Z の Q のカタログをね、えー、元に私自身が期待すると。 いうところなんですが静止画でも動画でも世界最低の9種類のね被写体検出が可能もし z の旧譲りの画像処理エンジンであったりセンサー周りでこういったオートフォーカス性能の機能っていうものを活かしてくれるんであればもう逆に z の9を ちょっと手が届かんかなとか私の用途に合わんかなって思ってた方がいらっしゃったとしたら、まあ、タイミング的にこの Z の8であ十分やんっていう風にね購入される方もおるんちゃうかなってのは思うので一つのポイントとしてねやっぱりオートフォーカスのこういった人物動物野鳥飛行機モータースポーツ などね、えっ、ー、と他社さんやったらもう昆虫とかもねオートフォーカス認識したりねするのでオートフォーカスっていうところはどん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 まあ一つの競争のポイントになってくるんちゃうのかなっていうところがありますね今正直 ISO 感度がどの効能っていうよりかはオートフォーカスがどの程度現実的かっていうところのねポイントがまあ大事になってくるんちゃうかなというところがありますね正直なところはね で、高速オートフォーカス演算。まあ、画像処理エンジンが x p e d の7ですよね。x p e d の7の世代です。他のカメラ、ミラーレスイ眼チ側は6です。Z30、50、FC、Z の5、6、7。もう全部 x p e d の6世代です。で、6の2型、7の2型になると x、x p e d の6っていうものをデュアル。 2つですね搭載してより高速的に処理をしますよっていうところなんですけど世代としては6なんですよねでここで Z の9が XPED e の7っていうものが出てきてめちゃくちゃ綺麗ですよねやっぱりあのー、素晴らしいなというところがございますので是非この XPED7 e をですね9だけのものにするんじゃなくて9だけのものにしたいかもしれへんねんけども8なのであればこれが ZFC っていう のランクに x ードの7入れてっていうのはもうちょっと先かもしれないんですけど APS-C のねくらいに入れる、まあ、D500 の引っ越し先あたり入れてほしいけどねもちろんなんですけども Z の9の1個下なのであれば位置づけ的にぜひ画像処理エンジンは x ードの7っていう世代を期待したいかなと。 思いますで x p ドのセブ7っていうのはねディープラーニング技術っていうものを用いたアルゴリズムを搭載しているんでね、まあ、被写体を自動で判別するとかねまあ、その Z の Q が出た当時っていうのは後ろに張り付いたりとか結構いろいろね、あのー、まだ悩ましいポイントはあったんですけど定期的にファームウェアのねアップデートがかかって、えー、最近はオートフォーカスっていうのもかなり優秀になっておりますので Z の Q のこの ブラッシュアップされたね、オートフォーカス性能っていうものが、えー、引き継いでくれると嬉しいかなと。で、カメラとボディのね、レンズ情報伝達において、距離情報を1コマごとにね、伝達することで高性能なオートフォーカスを、えー、実現しているというところで、Z マウントシステムの高速通信。これもぜひね、うんよりそれこそ高画素で、連写ってなってくると、うーんぜひ。 バトンタッチしてほしいというか引き継いでほしい機能かなっていうのは思いますね。で 3D トラッキングあればええかなっていうところなんですけど z 9だけの機能って言われてしまうと納得できるところでもあります。もちろん 3D トラッキングとかが搭載されていると嬉しいんですけどじゃあこの Z の Q の機能が全部欲しいかって言われると全部入れちゃうと思うんですよ z 9で。 えーと価格も Z の9と関わらんのやったら Z9 選ぶってなるんで Z の9からどこを賢くダイエットするか切り落としてコストを抑えてえと Z の8を売れるラインとして展開するのかが問題なんでねこのカスタムワイドエリア A 風とかのところっていうのはどうなってくるのかはちょっとね え気にななってくるとところかなと思います、まあ、ダイナミック AF ぐらいであればねまあ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 存在してもええんちゃうかなってのは思うんですけどもこのオートフォーカスっていうのが、まあ、どういったものを搭載してくるのかっていうのは注意ですねでこれですねリアルライブビューファインダーは革命を起こしたこれはね私ぜひね一つのニコンの強みとしてねあのどん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 展開してほしいかなというふうに思うんですよねやっぱりその 今を見続けられるというところでね、ブラックアウトフリーであったりとか、えー、そういったところっていうのはミラーレスの一つのね気になるところでもあるので、ぜひね、こういったところは、えー、引き継いでほしいと。8KUHD の動画ね、個人的には 8KUHD 求めてカメラ本体の えっと価格が跳ね上がってしまうんやったらもう Z-9 の、Q、に任せた方がええんちゃうかなってのは思いますやっぱりその動画っていうものが大事っていうね今後の動きがあるのは分かってるんですけどそれはもう Z-9 の、Q、に 今のところを任せててもっと市場が落ち着いて、まあ、8KUHD の動画が当たり前のような時代になってきたのであればぜひね、えー、どん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 中級期上域っていうものにもバトンタッチしてほしいんですけど今のタイミングであれば、うん、まあまあまあどっちかっていうと動画機能っていうものはグッと押さえてもらって コストを抑えて欲しいかなと動画の機能をグッて抑えて静止画だけでめっちゃ高精細なもの高品質なものを実現しようとすると言ってしまうと一眼レフの延長であったりとか Z の 7K との延長であったりとか Z の9から機能をポンポンポンって弾いてこれぐらいのスペックで実現できますよっていうのが導き出せると思うのでこの動画までこだわるっていうのはちょっとね手をいい意味でね手を抜いてほしいかなってのは思います。 Z の Q は従来の、ね、電子ビューファインダーでは、えー見,ま、見られなかった瞬間一眼レフのミラーアップによる、まあ、増殖喪失っていうところを、ね、消失。 ですね。っていうところを世界で初めてブラックアウトフリーとしてね、まあ搭載してると、まあ別にリアルライブビューファインダーを世界で初めてやね、ブラックアウトフリー自体別のね、メーカーさんもあるので、っていうところがありますので、この写真撮るときにね、ババ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 バってって、チラ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 ってなってしまうのを、Z の Q はちゃんと見続けれると。 いうののもそのカメラでね写真撮る用の映像と私たちがファインダーとかをね覗く用の映像の処理っていうものをまあ別々にしてくれていますのでここですね。 なので、えー、画素領域から画像データをかけて回路部がライブビューデータと静止画データっていうものをそれぞれあの補正処理画像処理っていうものをして表示制御でリアルライブビューファインダーに送ったりエンコードでメモリーカードに書き込むという形で分けてくれてるんですよね。なので、まあ、ブラックアウトフリーっていうものが実現できているとこれはねすごい強みやと思いますのでぜひニコンには 搭載して欲していかなっていうか別の機種にもうーん分けてほしい機能かなってのは思いますね。でローリングシャッターによる歪みっていうものを極限まで抑えてくれてるとこれがまた一つのねニコン Z9 の時の一つの衝撃のインパクトでございましたけどもメカシャッターレスですよね言ってしまえば。メカシャッターレスっていうものをじゃあ実現するのにはその高速な え読み出しっってていうところが必要になってくるんですよねじゃないと写真をパッて撮った時に左上で撮ったデータと右下で撮ったデータってのにちょっとでもズレがあるとビヨーンって間延びしてしまうみたいな電車が斜めに歪むみたいなね、えー、ものが実 最まあ、ミラーレスっていいうのはは見受けられてはいたんです一眼レフでもライブビュー撮影するときにね780でもミラーレスみたいな形でライブビュー撮影するときっていうのはちょっと気になってたりはしたんですけどもこういったものを Z の Q はまあ ほほぼほぼ克服してくれてると、うん、飛行機のプロペラとかになってくるとちょっと話変わってくるんですけど普通に人が走る程度なのであれば全く歪みなく撮れるというところがありますのでこれもぜひね今後のカメラには、まあ、ミラーレスの弱点って上げ足取られ上げがちなポイントなのでここはぜひ搭載してほしいかなっていうのは 思いますで Z の Q っていうのは有効画素数4571万画素なんですね。で総画素数はもっと多いんですけど有効画素数は4571万画素っていうところの、まあ、センサーでねローリングシャッターによる歪みっていうのも極限まで抑えてくれてると。なのでメカシャッターがいらない構造を実現してくれているのでこのメカシャッターがなくてもっと言っちゃうと えー、センサーシールドっていうものが搭載されているとそれもミラーレスの、まあ、弱点っていうところを防いでくれるんちゃうかなっていうところがありますので是非、まあ、期待したいかなとあとこの画素数どうなんやろうねえーまあ、2,000万画素材で出るのか4,000万画素材で出るのかはたまた。 Z の7系統と分けるためにも6000万が素材で出るのかでもそうなってくるとちょっと話ごっついよね。もっとすごい話になっちゃうんで、現実的なところで言うと、Z の Q の量産型って言ったらあれやけど、Z の Q のまあセンサーっていうものを流用する方が、まあ、コスト面で考えるといいですよね。ここで Z の7、7系統が4570万画素あって、 えっと、高画素機という存在をアイデンティティを持ってるとでここにもう一つ4500万画素台が来て高画素機っていうものが Z の7系統8系統9系統って来た時になんかねあのどれもやんってなってしまうんでもしかしたら2000万画素に逆に落とすのかもしくは6000万画素とかに持って行って他社メーカーをちょっと牽制するのかっていうところは 期待したいところなんですけど現実的にはおそらく z の Q のセンサーを流用する方がコスト面で考えるとねコストのインパクトを与えたいやろめちゃ売れするカメラでニコンの Z マウントシステムでのシェア率を伸ばすっていうところを考えると、まあ、z の Q のセンサー流用する方がええんちゃうかなここは難しいですね、まあ、どの画素数で出てきても素晴らしい判断決断やっていう私は応援したいと 思いますで画像処理エンジン XBeed7 によるですね、えー、と高速性能というところでこれすごいですよね。Z7II に対して約10倍の高速処理を実現する画像処理エンジンなんですよね。XBeed の6と7ってどんだけギャップあるんっていう。 この1つの世代の差でどれだけ違ったんっていうのがめっちゃ驚きますよね。Z7II そのものが XPEED の6なので1つ前の世代なんで高画素機なんですよ。っていうものに対して約10倍っていう。まあだからこそね、あのー、メカシャッターレスっていうものを実現できたと思いますし逆にそういった機能を搭載して、えっとニコンダイレクトで69万円、70万切って69万円ぐらい。で、ヨドバシさんとかでまあ63万ぐらいの。 実際のまあ購入価格ってなってくるとまあやっぱりばらまきというか蒔絵フラグシップっていうのは私自身何回か呼んでますけど、まあ、間違いではないなと思いますでこれ難しいんですけどね Z の7-2が今、まあ、40万ぐらいで出てるんですねで、えっと、Z の9が70万弱ぐらいで出てると40と70なんですよで Z の7よりかは 安かーなることはないかなってのは思ってるんですだって Z の7より安くて Z の6との間で62型7の2型の間でじゃあ30万で出てきましたと Z72 売れんなるやんってのがもう確実なんで、まあ、40万を切ることはまずないとは思ってるんですもしくはもしくはですよ、まあ、まあまあまあこんなありえへんやろ言われてしまうんですけど Z の えっと6がまあ20万台で Z の7が価格改定で30万台になって Z の8が40万台で Z の9が70万弱っていうそのユーザーに対してのバーゲンセールっていう有名は一つあるんですけどまあそら今のご時世的に値上げ値上げの中で値下げっていうのはまあまあないと思うのでおそらく6がまあ20万台で7が40万台で 8が50か60ぐらいで出てきてうそうですね Z の9ってのが70弱ぐらいになる価格構成になるんちゃうかなでもしかしたら状況的にですよ Z マウントのフラグシップで Z9 すごいやろっていうところをもう十分市場に知らしめていろんなメーカーさんを使ってた人が Z のニコンに戻ってきたっていうところもあってですよ Z の9をここいらで10万ぐらい上げても他社さんの なんて言うんてうですかねまあ価格他のミラーレスの動きも10万ぐらい上がってるメーカーさん多いので23回踏んでね段階踏んでなのでまあ価格が Z の9が10万上がってもおかしくないかなってのは思ってるんですつまりは Z の9が80万ぐらいになって、えー、Z の8が、えー、50万から60万ぐらいで出てきてで Z の7が40万 で Z の6が20万ってなるとなんか綺麗になりません、ね。Z の6が20、Z の7が40、20の差ですよね。でここに Z の8がえー、っと20、40、60って出てきて、えー、で10万乗せて Z の9がまあ、70万ぐらいで出てきて、まあ、80万とかにしてもええとは思うんですけど、まあ、70万80万ぐらいっていうところになってきて、でえっと。 えっと、20406080ってなると、まあ、20万単位で、まあ、スペックというかラインが引かれるという形でもしここで逆に、えっと、Z の8が60とかで出てきたと。 で、Z の9が70やったら、差額10万じゃないですか。おそらく Z の9がもっと売れてしまうと思うんですよね。逆に Z の8が売れんみたいな。いや、その価格出すんやと、あと10万頑張って貯金して Z9 買いますわっていう風になってしまうかもしれない。でも、逆を言うと、それが狙いのための。 えっと価格設定になるかもしれないんですがこればっかりはわからんですこればっかり私自身の妄想なんですけどもなんとなく Z の9がまあおいおいね上がるんちゃうかなーってのは思ってますっていうのもニコンって今価格改定が実際このご時世で入ったのってもうレンズばっかりやったんですよでその Z マウントに関してはその1回ぐらいなんですよねで 本体側っっててそんんななに上がってないんですよ一部ね APS-C のカメラがキットレンズセットっていうところでね値段が上がったものがあるんですけどボディ単体でポンって上げてることはないんで、まあ、一番悲しいシナリオは Z5679 全部が10万ずつポン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 って上がるのが一番辛いんですけどねどれも高なるっていうのは一番避けたいんですけど、まあ、Z の8とか9がねどういった価格バランスで出てくるのかっていうのはちょっと楽しみですよね でえー、っと何の話え画素数と価格ってだいぶフライングしちゃいましたねえこの3000カンデラのねクワッド VGA のまあ、パネルというところになるんですけどもこれがですねやっぱりね期待したいところかなと思いますなのでお伝えした通り明るいところでもバンバンにね取れるというところがありますのででこの クアッド VGA のパネルがあるからこそ私自身縦横4軸チルトが搭載されているカメラにもかかわらずえどんな高さどんな姿勢でもファインダーで覗いて撮ってしまうというところがありますのでぜひね搭載してほしいかなと。 でこれまでの常識を超えて解き放たれるドラマチックというところでプリキャプチャー機能ですね。えー、これはですね、後々アップデートで追加された、まあ、ものにはなるんですよね。なので、シャッターボタン全押ししてから最大1秒間遡って記録するプリキャプチャー機能というものになりますね。ハイスピードフレームキャプチャープラスでございますけども、なので私らが、うわっ カワセミ飛飛ぶぞんんだ間に合わんかったどんだけいいカメラやったとしてもシャッターボタンが間に合わんかったらそれは奇跡の瞬間は捉えきれないんですよねこういった時にプリキャプチャーで1秒戻れるんやったら私らがカワセミが飛んだあ間に合わへんかったっていうのが安心してくださいえっとね私実は1秒前から記録してたんですええー、すごないっていうところがあってプリキャプチャー機能っていうものがね役立つ場面も 多いいちゃううかなというところで、まあ、必須ではないです。必須ではないですけど、まあ、あったら喜ばれる機能やとは思います。で、使う人と使わへん人がね、あのそんなに動きモントとンクって、パシャって取るだけであれば、プリキャプチャー機能はそんなに出番はないものになってきますね。まあ、あって損するものではないんですけどね。なので、まあ、可能であれば、必須ではないけど、可能であれば、程度でございますね。で、これもちょっと、あのー、Z9 特化でしょっていうところがあるんですけど、 え高速連続撮影として約20コマ秒ですね。しかも高画素機ですよ。っていうところがあって、高効率ローを使ってですよ、ローファイルですよ、高効率なんですけど、ローファイルで約20コマ秒。 で、1000コマ以上の連続撮影が可能。これはもう Z9 の最強のバッファと、まあ書き込みのね、それこそプログレードデジタルとかのコバルトのね、メモリーカードとか記録メディアですね、CF エクスプレスが耐えてくれるからこそ実現できるものであって、Z9 以外のカメラがここまでいるかっていうと、まあ、あればいいんですけど、これを求めて値段が上がってしまうぐらいなんやったら、 うん、まあ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 今の Z6 とか7ぐらいに収めてほしい10コマちょっとぐらいでねまあそれであれば電車が物足らんって言うかもしれないんですけど、うん、まあまあここはある程度抑えてでもコスト意識してもらってもええんちゃうかなって逆にここを追い込むやったら Z の9がありますせっていうふうに割り切ってもらう方がええんちゃうかなとでサイレントモードは別にねまあミラーレスなんで、まあ、使ってもらったらというところがありますし えー、比較同合成であったりとかねカメラ内で一枚の静止画に合成するっていうものがあったりとかただマストではないかなってのは思いますあったら面白いよね程度ですねで世界最長の2時間を超える内部記録で決定的瞬間を取り逃すな 8KUHD30P これはもう先ほどお伝えした通りですよね、まあ、どこまで動画性能っていうものを Z のその Q 以外のカメラに 求めてくるのか、まあ、Z30 ってものが動画機として存在はしているんですけどもちょっと役割がコンセプトがやっぱり違いますよね。 で、おそらくなんですけど、4KUHD であれば、まあ、ゴリゴリ機能は、120p までいくかわからないですけど、まあ、ゴリゴリ積んでくるんちゃうかなってのは思っております。4K ぐらいであればね、静止画しか撮らんっていう人でも、ちょっと高精細な、せっかく Z レンズがね、綺麗に描写してくれるんで、映像残しときたいなっていう方もいらっしゃると思うので、4K ぐらいであればね、まあ、搭載してるんちゃうかなと。電子テーブレ補正もまあ、ミラーレスで FX キー、フラーシサイズになるんであれば、まあ、おそらく入ってくるんちゃうのかなってところは、 ありますねでスムーズな動画撮影をしあの実現する操作性の、まあ、進化っていうところがあって HDMI の端子ねんー難しいな、まあ、私自身は過去の動画でもタイプ A ですよねまあその直接あの大きいタイプ直接ブスってさせるこういった何て言うんですかえっとミニ HDMI とかマイクロ HDMI などを使わずにもうこの タイプ A のまま直接つなげるっていうのがやっぱり Z の Q とかを使っててとかブラックマジックデザインの BMPCC6K とか内蔵 ND 搭載のものなんですけどね動画機として使っててめちゃくちゃ便利かなと思うんですけども Z のじゃあ Q 以外のカメラがまあサイズっていうところもあるんでねボディのサイズ HDMI のタイプ A 積むかどうかっていうのは難しいんですけどソニーの α7 えーっと4 は通すすんんでできてるんですよねなので、ここはもうぜひ、あのー、うん、まあ、詰めたらフルサイズの、うん、HDMI がええかなですけど、必須ではないです。もうそこを求めるやったら Z の9選んだらええやん。動画重視なんでしょ。HDMI なんてそもそも動画使わへんかったらそんなに出番ないでしょうっていうのが、まあ、まあ、言いたいことだと思いますので、うんうんうん、まあ、絶対ではないです。ただ、 うんまあ中途半端なサイズの HDMI 搭載されるぐらいやったらスペースの問題もあるとは思いますけどまあ HDMI のタイプ A といいますかフルサイズのやつがいいかなっていうのは思いますねで超望遠のねまあそのレンズっていうところであったりとかポートレートのね50であったり85であったりとか含めてもう描写力っていうところはもう絶大の信頼がありますのでもう何も思わないですえニコンさんの Z シリーズ Z のあのー 最強神話っていうところを信じておりますので全く問題ないですでこの縦横4軸チルトがどう転ぶかですよねまあ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 えんちゃうかなってところは。 ありますねやっぱり縦横4軸チルトがあることによって利便性は確かに向上するとは思いますしクリエイティブな撮影っててもののを支援してくれるのは確実です実際私自身 Z の球で縦横4軸チルトに助けられたというか役立った場面は数多くありますただそれで、えー、コストであったりとか、まあ、いろんなところを考えてどん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 購入のハードルが上がってしまうんであれば思い切ってまあ省いてもらうっていうのもありだと思います Z-9 はサイズですよね、えー、D6 よりも約20%小型軽量化しながらプロフェッショナルが使いやすい操作性を実現してくれてるとこの Z9 であったり Z7 の間としてサイズ感が Z7 のこのボディの形でそのままいくっていうのはまあ時代的にも技術的にもおそらく難しいと思うので次の形を作ってくるとは思うんですよね。 なので、えー、どこまでのサイズ感、このグリップの縦グリップのところが省略、おそらくされるだろうとは思うんです。あのバッテリーグリップ好きな人はつけてねって感じになるとは思うんですけど、どの程度のサイズ、どの程度の質量になるのかっていうのは、重さ大事ですよね。675g とか 705g とか、まあいろいろありますけども、うーんそうですね、間取って、まあ、850g とか 900g 前後ぐらい。 ボディもちょっと 100g ぐらいは重たくなってくるんちゃうのかなってのは思いますねあとはバッテリーがねその 18D のような形でんフラグシップ機のサイズではなくて ENEL15C、えー、まあ D とかもね出てくれると嬉しいんですけども 15C などがまあ流用できるといいんちゃうかなってのは思いますでもそうなるとんちょっとパワーがね心配になりますので。 フルサイズと言いますかフラッグシップ機のバッテリーやからこそ実現できてたってところは数多くあると思いますのでそのバッテリーがちっちゃくなった時にどれぐらい、うん、じな長時間稼働できるのかどういった機能が実現できるのかっていうのは期待したいところになりますね。で先ほどお伝えしたセンサーシールドのところですよねこういったところも是非期待したいかなというのはあります。 で、ファンクションボタン周りも、まあ、1、2と、まあ、3まであればいいですけど、サイズ的に3入れるとちょっとね、キツキツになっちゃうので、まあ、1、2あたりが、まあ、あればええんちゃうかなというところがあります。で、背面の操作性も、まあ、最近のニコンの Z のミラーレスを見ていると、まあ、ニコンさん、全く問題なく、ちゃんと、 その利用者がこうであれば使いやすいのになーっていうところをうまいこと汲み取ってくれて実現してくれているのでそんなに心配はしていないですもう作られたらその作られたものをえ黙って文句言わず笑顔で使う予定がございますのでで暗証撮影をサポートするスターライトビュー赤色画面表示これめっちゃいいんですけどね絶対かって言われるとんま夜でのね星空での撮影とか夜景を撮る方にはものすごく役立つ機能なので あっった方がえ,えんちゃうかなってのは思いますめちゃくちゃ優秀なんでねスターライトビューとかねで赤色画面表示も結構あの目に優しくてね確かに暗い環境で赤色画面表示できるってのはええなとなので周りの方との撮影時のはあんたちょっと液晶明るすぎるでやめてやっていうそのトラブルっていうのもね防げたりすると思いますので大事かなとまあ詰めるんであれば詰んでもらった方がええかなっていうところがあります でワークフローを加速される高速あのレスポンスというところでいろいろネットワーク関係であったりとか含めて、まあ、Z の9っていうのはすごく大事だとは思うんです。撮影してすぐその取って出して納品してっていうのをやり取りがあるとは思うんですけども Z の9以外のカメラがじゃあそこまでプロフェッショナルの現場で使われるかっていうと使うことはできるけども Z の9っていうものが存在しているのであれば 必須の機能ではないかなと、まあ。あった方が助かるやろうけどもという感じですねで。イメージセンサーの,あの優れた、ね、ダスト対策っていうのもこれはもうセンサーシールドを含めてぜひミラーレスのこのセンサー汚れっていうのは一つのポイントになってきてしまいますのでぜひ、あのー、期待したいところかなっていうのは思います。でこの 8K、まあ、動画撮影にも最適な CF Express Type-B なんですけども Type-B を2枚入れてくるのか まあ、タイプ B と SD で来るのか言ってしまうと今の、まあ、Z の7とか6の2型ですよね CF エクスプレスのタイプ B を2枚入れるってなるとそれなりのスペースが、まあ、必要になりますので、まあ、どういったねあの SD カードといいますか記録メディアっていうものを採用するのかっていうのは特に重要ですよね撮影したデータを管理していく私たちからすると、まあ、そのカードリーダーっていうものを、まあ、別途用意するのか CF エクスプレス用のものをね 用意するのかっていうのは大事なポイントに、えー、なってくると思いますで、最大6段目の手ブレ補正であったり軽量データを扱いやすい高効率論もし Z の8かっこ仮っていうものが 6000万画素であったり4000万画素台の高画素機として出てくるのであれば、この高効率ローっていうのは一つのポイントになりますので、ぜひね、期待したいところかなと思います。で EN、ENEL18D ですよね。これはおそらく 18D はフラグシップ用かなってのは思いますので、ENL15C にはどの程度頼れるかというところがありますね。で、CF Express の話があったりとか、まあ、そのスマートフォンのね、 NX モバイルエアであったりとか、NX テダーであったりとかね、こういったところも、まあ、ぜひあの強調したいポイントかなと。で、おすすめのレンズの話が続きますので、こういった形でね、えー、いろんなレンズが使えると。で、細かいスペック表も Z の Q にはありますけども、まあ、現状、今、あのお伝えするところではないかなというところが。 あありますすののででととは材質のところですよね、まあ、軽量化を図るってなると Z の Q みたいなゴリゴリの強度っていうのも大事だとは思うんですが、まあ、もしかしたらね D780 とかに使われているような、えー、炭素繊維の強化、えー、熱の、まあ、樹脂製のものが一部使われている場合も あったりししますし私自身はそういったカメラを普通に使ってきている身でもありますので、まあ、価格と軽量化っていうところが求められるんであれば全く問題ないかなってのは思います。それよりもっとこだわるべきとこあるんちゃうかなっていうふうに思うタイプなので全く心配していないかなというところが ありますねあとはそんなに気になるところはないかなとは思うんですが皆さんどうです z のもしこれそもそも8じゃないよって言われてしまうとねえっ、ー、と泣いてしまうところがあるんですけども「うそん!えー」でじゃあいつ出るんってなってしまうところがあるんですけども是非ね気になるところを教えてもらえたらなというところで価格かな。 価格とサイズと重さ。サイズも別にええか。何も思わないですわ。価格と重さ。うん。あとは、クワッド VGA の EVF のところであったりとか、記録メディア。CFEXPRESS はまあまあ使うでしょうというところ。Z の6と7が使ってるんでね。後継機でも。なので、まあおそらく CFEXPRESS は使うでしょうと。 あとはメガシャッターレスなのかセンサーシールドなのかっていうまあ細かいそのニコンのミラーレス一眼のね強みであるんであればぜひ出してほしいかなっていうところはありますただ難しいですよね Z の7と9がすでにもう存在をしているので8がじゃあどういった切り口どういったポジションを確立するのかっていうのは結構まあ難しいとは 思いますのでこの Z の8ってのはかなり綿密にここをこうしてここを削ってここがこの7とか9と違うから売れるやろうみたいなその私たちのサブキーであったりメインキーとしてどういった位置づけでこの Z の8カッコ仮がう求められるのかっていうのをかなり綿密に、まあ、計算して作られたんちゃうのかなっていうのが、まあ、この今回の「Are You ready?」の。 ところに、まあ、向こうさんは、ニコンさんはまあ準備ができてるでということなんで、こっちもね、準備しておりますよというところで何分ぐらいしゃべりました。50分、皆さん通勤どれぐらいかかってます ?1 時間ぐらいかな。ちょうど私のこの話が1時間尺でね、えー、っと、通勤のちょうどええー、あ、そろそろ仕事がつくわぐらいになってね、ラジオ感覚で聞いてもらえたら嬉しく思います。あとはレンズが。 Z の9の時って結構出てきたじゃないですかポン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 って超望遠が出てきたりしたんですけど Z の他のま,まあ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  DX の、えっと、1228なん、ね、で PZ の VR っていうものがありますけどでもそれとどっちかっていうと Z30 とかのね うーんタイアップって言うとあれやけどもバーター言うてもあれやけどもまあコンビというか相棒として出てくるので Z の8の相棒って逆に何ってなってしまうんですよね。なのでもうカメラ単純に出てくるだけなのかなってのは思うんですけどもここで 35mm の F1.2 仮 S ラインっていうものが、まあ、出てくるのもちょっとどうかなってのも思いますし 135mm が出てくるのも面白いですけどいや 85mmF1.2S ライン ライン出たばっかりやしなっていうところで単焦点のポートレートトレレンズっていうところを考えるとちょっと違うかな。で DX の 24mm いや DX でもないよなこのタイミングで出すにはちょっとちゃうよな。えー、でも70180で F2.8 かっこ仮ですけどもいやーこれも高画素機やったとしてもちょっとタイミングちゃうかなーって。え ?2600? 嘘。 ほんま、って思っちゃうんですけどどうなんでしゃろね200600もその D まあこのタイミングで出たらめっちゃ綺麗やとは思いますわあの売れると思いますめちゃくちゃでももしかしたらもうちょっと引っ張って、えー、D500 ニコンのね D500 のミラーレス版などが APS-C のめちゃくちゃ高品質なカメラが出る時に、うん、まあ出る方が無難かなってのは思うんですけど今ここで出ると 売れると思い100400の受注再開っていうのもあるんですけども200600っていうのはもう待っとられんへんでっていう方々も多かったりもしますので今出すと結構プラス評価になるんちゃうかなっていうのはありますのでもし Z の8っていうものカッ仮がこのああいうレディーから出てくるのであればまあ相棒としては向いてるんちゃうかなっていうのはちょっと思うところがありますね。 というところで、まあ、ほぼほぼ1時間お話ししましたが、こんな形でどん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 情報がね、ニコンさんから公表されていくと思いますので、それについて語っていこうと思います。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね、今日も一日よくいい日になりますように。じゃあね。